恐ろしい地震、家をなぎ倒し、時には大切な人命をも奪う予測不可能な災害です。1995年1月17日、早朝5時47分に発生した兵庫県南部地震では、6000名を超える人命と約60万棟に及ぶ家屋が被害を受けました。墓石はかつて震度を測る目安になっていたほど地震の被害を受けやすく、近年起こった比較的大きな規模の地震では全てお墓の被害が報告されています。一方で、墓石を建てようとする方の 70% 以上が墓石の地震対策に大きな関心を寄せています。墓石の地震対策は緊急の課題といえる状況なのです。この不凍が大切なお墓を末永く守ります。粘弾生体のシートとテープで転倒を防ぐ商品です。粘弾生体が揺れの加速度に応じ強度を変えて地震エネルギーを吸収し、墓石の転倒を防ぐのです。金物などを打ち込んだり、墓石の本体に穴を開けるなど、お墓に傷をつける縁起の悪い工法ではありません。既存のお墓のリフォームにも、将来のリフォームにも対応可能です。実際の実験映像でその強さを確認してみましょう。日本石材産業協会主催の地震に強いお墓の報告、実験映像でご覧ください。兵庫県南部地震の揺れを再現し、不凍がついている場合とついていない場合の比較をしました。大きな地震にもびくともしない不凍の性能は、日本石材産業協会の実験でも立証されました。高層ビルの地震対策でも用いられる粘弾生体という物質がその秘密です。普段はネバネバして柔らかい粘弾生体ですが、地震となると揺れを大きく緩和し、墓石の転倒を防ぎます。次にその耐久性をご説明します。お墓は子孫代々使うもの。長期耐久性に関わる基本要素は3つあります。1つ目の紫外線劣化は直射日光を受けないので無視できます。2つ目の酸化劣化は空気にほとんど触れないので、これも無視できます。最後に残る熱劣化については、90度の環境下で8000時間にわたる促進実験の結果、粘着性の低下は 10% 未満でした。これは我が国の平均気温20度に換算すると112年に相当します。このように長年にわたって粘りを保つので、取り外しも可能です。耐震工学の権威として知られる鈴木和夫大阪大学名誉教授も不凍を推薦しています。ご先祖様の霊を地震から守り、子孫の繁栄を願い、ぜひご利用ください。